Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the Hey it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a tan like a dime bag Got me feeling like a millie, check the price tag. Ooh, got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh, pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop. Ain't no time for piss stop. Got the party jumping like crisscross. Ooh, got the gold chain and the wristwatch. Ooh. どうもあこんばんは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 みなさんこんばんはなんと名前が変わりました私はレインさんはホラーゲーム絶叫者という名前に変わりましたこれなんで名前変えたかっていうとですね あのー、まあちょっとそれはあの後々のな後々後にこうあのちょっと皆さんに発表しなきゃいけないことがありましてですねまあそのためなんでまあ今のうちにえー、ちょっとあの名前を変えといていたという所存でございますまあ後々にちょっと間抜けになった確かに長くて覚えられなかっただからやっぱこの辺の方がなろうみたいな名前なろうなろうとは まあそれは後々の後のの後でございますよ。まあね。名前変わったけどまあこっちの方が覚えやすいかな。なんか前のやたら長いような名前よりはこっちの方がまあみんな的には覚えやすいかなって感じかな。ですかね。よいしょ。ナロー系とはうん。あと2、3ヶ月ぐらいしたら多分皆さんに報告ができるんじゃないかな。 ちゃんとした発表じゃないけど、発表じゃないけど、なんて言うんだろう。まあ、皆さんにこう、なんか、はい、どうぞっつって、たぶんできるかな。ラノベの、ラノベか。なんやろ。まあ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 、まあそれは、うん。まあ、それは、そのときに、結婚報告ください。結婚しますみたいな感じ。歌舞伎博様のアイコンが出た。 ハク様じゃないし気が向いたらそう風の向くまま気が向くままって言うじゃないですか、うん、いやそれ関係ないなあんまりちょっと関係ないですまあそのうちそのうちねそのうちまあこうなりましたっつっていう報告ができると思うよ、うん、えっとじゃあ皆さんねご挨拶ください皆さんこんばんはこんにちは あの何でもいいんで挨拶くれませんか皆さんの名前を読んでいきますかね。来てくれてるんでね。読みはこつ、白はこつ、せりゅうはこつ、ポンコツゆきさんはこつ、カタカナマンはこつ、リアはこつ、ミミズクこんばんは、藤宮はこつ、猫はこつ、デイジーはこチち、つとむはこつ、ロキはこつ、アリアはこつ、チョコボはこつ、きさらぎはこつです、ランコはこつ、ミルクマこんばんは、スズはこつ、アリスはこつ、ケンはこつです、さきはこつこんばんは。 みかんこんんばは夢つ、みきしんはこつです。のりたんわこつ、にゃまわこつ、まるだいよ、あるふはこつ、ゆりかわこつ、あやかわこ、くすけわこつ、たつわこつ、かたからまコこつ、じゃくはこつです。えまはこつ、しョうたんわこつ、ゆみコこホほじちゃわこつ、ちかわこつ、くすけはこつ、ゆきなはこつです。かずこはこつです。れいやわこつ、てらはこつ、りさおばん、ななはこつ、えみこはこつ。 ねんねんこはいどうもこんばんは。さあということで皆さんこの間の続きを覚えてましょうかえーと7はこっつあのー、DV をしてくる元彼がいてそれをなんかこう彼女が何とかその DV の彼氏を家に入れまいとするというホラーゲームなんですけどまあまあ好評なんですよ。 そうボロクソに負けましたけどねあれねさあどれだけできるかな激ムズかったね今日はその彼女を救いたいいやちょっと俺ね気持ちがあったんですよやっぱどうしても彼女を救いたいなみたいなりんちゃんわこつあのまま負けたらさちょっとなんかかわいそうじゃないですかなんか俺が女を守れなかったみたいなうわこいつレインお前 DV する彼氏から女を守れないとお前それで男やってけんのお前どうするみたいな感じで 言われそう、言われてたかもしれん、下手すっと。うわ、こいつないわ、つって。男として、お前、それはないわって思われてそう。守れない男っていう。ちょっとダサいじゃん、それ。ちょっとなんか、俺、なんか嫌じゃん、そういうの。りーちゃんはこっつ。言ってないあ、ほんと、なんかそういう風な感じに出てたかなと思って。お、キムはこっつ、いらっしゃい。だ、それを守りに行くんだよ。もしかして、思われてる可能性あったもんね、なんかね。うわ、こいつ、ダサオだわ、つって。やってんね、みたいな、こいつ。だから、今日はそれをちょ打破しに行きます。 エンディングは5つあるうちの4つを回収してるから残りの4つを回収すればいいだけの話だ。ということで説明は今回はちょっとはしょりながらちょっとやり方を説明しつつあの皆さんにちょっとこういうゲームだよっていうのをえーっと教えようかなーなんて思っとります。エンディングがねまあまあ結構。で今回ちょっと重いんでゲームが。ゲームが重いんで。 あのちょっと申し訳ないけど曲かちょっと側を出さずにちょっと固定にしますね。前のデータのままになっちゃうんだけど許しておくんなまし。えー、っとあれ俺このゲームどこやったっけ俺これ,これかなあれ間違ったレフトフォーデッド開いちゃった。 ゲーム消えたけどどこ行ったちょっと待ってゲーム消えたけど <laughs> いやゲーム消えたけどどこ行ったおいゲーム消えたぞなんでゲーム消えましたもしかしてこれ消された消された可能性出てきたんじゃないかもしかしたらいやあのねなんか俺 あごめん映してたこれさここにねリストがあるんだけどねえんだよなんでどうしたどこ行ったもしかして消されたかもしんないちょっと待ってちょっとえっ一回ストアから見て解散いや待て待て待て売ってないちょちょっと待ってくれるあ あ,あこの間俺そういえばゲームやって俺アンインストールしたんだった忘れたティーペルーティーペルーこの間あのゲーム終わってもうこのゲームやんねえだろっつってアンインストールしちゃったんだ忘れた<笑><笑>そうだった忘れてましたすみませんティーペルーお疲れに待て待て待て落ち着き今ダウンロード終わった早えなこれこんな容量少ないんだこのゲーム <laughs> そんな容量少ないのこのゲーム 今日終わっちま…いやいや、待って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 。いや待って待って、落ち着け落ち着けって。はい、ゲーム起動するんで。おつか、待った待て、解散まだ早いはい、まはいゲーム起動したいゲームしたよはい、ゲいムま, <laughs> まだ終わんねえよ開始、開始20分しか経ってねえじゃねえかまだ。ちょっと待って、はい。はい、はい、はい、ゲーム、はい、起動したいゲーム起動したいはい、はい、ゲーム起動した、はい、はいはい、したえっと、これで、テ評ヒョコーチ、待て待て、まて何もしてねえよ ポチッおこきはこっちで。はい、来た。こちらです。こちらです。 謝ったくすいませんでしたすいませんでした2 0 0年二月八日午前一時七分漢字読めなんかいか色々した <laughs> よくはくさまじゃないかそれ今日はミサさんって言ってて、昨日はリサさんって言ってたすいませんでしたかっこ、かっこ、リ、あの、さらっと書いておいてください ただ俺また間違える自信あるんで自信間違える自信まんまコメントのラグじゃないのもしかしたらわかんないいや俺が間違ってると思うんでタッポはこつだから謝っとくわすいませんでしたすいませんしょ女がいっぱいいると大変やな いや、俺全員男だと思ってるけどお手が和骨うんラグがラグのせいなのか漢字が読めなかったのかどっちかって言ったらどっちもどっちだと思うんで 50−15 っていうことで引き分けで OK ですかっていうことでこの勝負は引き分けですっていうことで次回に持ち越しましょうおぼちこんばんはハハハハよし黒羽和骨やりますか 今日重いかな大丈夫かな前回なんか謎に重かったんだよなまっちゃんはこつろちゃんはこつちょっと待ってわあカクカクのカクカクだこれすごい残像が見えるすごいどうした <laughs> ちょっと待って残像が見えてるちょっと待ってえー、っとこれで fps を60からこれにしてな直るかなすっごいなんでこんなカクカクなんだろうねこのゲームね毎回思うんだけど どんな,フレッシュレートないやこれでもまだだってまだ重いでしょ前回なんであれ軽くなったんだ前回めちゃくちゃ軽かったよねあれなんなんだろうねあれねあれはよくわかんないちょっと待ってくれるちょっと待ってねなんですべてが 俺時間が止まって見えてるからね今ね。あ治った。<laughs> 治った。謎いんだよなこのこのゲームね重い時は重いんだけど治る時は治るんだよよこれがよくわかんないんだよ。治る時は治るの。うん、重い時は重いの。これこれがよくわかんないんだよ俺。謎いよね。ロードしてた。わかんないんだよな。 で、相変わらず左側はなんかちょっと黒い画面出てるしよくわかんないんでねこのゲームねさっぱりでおまちょこれ消していい左の謎の黒い画面これちょこれね謎い謎い画面が出てんだよこれ左側にはい消えたはい消えたーはい消えんなちょちょっと若干出てんな 気になっちゃうんです僕こういうの本当こういうの気になっちゃうからさはい消えたーはい消えたーはい消えたーよしさあということでよみがえるドゥル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 ドゥドゥル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 ルルルルドゥゥルドゥルドゥ�ルドゥ����ルドゥ��ルドゥ���ルドゥ���ルドゥ��ルド この家にやってくるんですよ。この、なんか例えばこのブラジャーを片付つけたりとか、自分につけたりとか、このプレイステーションでゲームやったりとかするんだけど、まずお母さんからまず電話が来るんだよね、これね。ま、あこのメールに関してはとりあえずいいとして、こうやってこうメールが来るんだけど、これ白くて、潮飛びしてるから気にしないで。あ、潮飛びしてんな。メンヘラじゃないよ。ちょっと待って。一回ちょっと、ちょっと一回お、OKOK、OK OK。これで、これで見えるかな 多少はまあ書いてある内容はまあ、俺ざっと説明するんだけどまあ、お母さんがとりあえずメールが来るのよお母さんから。でこの選択肢によってこうなんかルートは変わってくんのよ例えばこのお母さんのメッセージのこの選択肢を3つのうちどれかにするとなんか一番最初このゲームでやることっていうのはまず掃除をしたりとかしてからの彼氏がやってくるっていうのがこのゲームの流れなのね。だから このお母さんの選択肢をとりあえずまあえー、っとたぶんこれ気にしないで私は大丈夫ですにしたら掃除するあの中身が変わるんだよそうそういうゲームなんですよこのゲームでお母さんに返信したらお母さんがなんかこういうメッセージを送るのそしたらそのメッセージが見たらたぶん掃除する内容変わってくるんだよね3回確か掃除しなきゃいけないんだよねこのゲームって でこれはスタミナを上げるでこれメールが来るでしょでお,お母さんからメールが来ましたこれによって掃除する内容が変わってくるわけですよ、うん、でこれはなんでこれ食べてるかっていうか下にこの黄色のゲージなんじゃこれ雷のマークこれシャサムマークがシャサムのマークのところまで行ったらこれめっちゃ上がんなこれパン食っただけでこんなん上がんのこれフルマックスじゃんこれ そう、お母さんんのメッセージででやるることが変わってくるんですよ例えばその何て言うんだろう山田顎骨ゴミを捨てるとか捨てないとかでだいぶ変わってくるしそうなんですよ俺の好きな掃除ゲームなんだよ掃除とホラーゲームをこう掛け合わせたハイブリッドうんということで今からちょっと皆さんに覚えてほしいところがありますよくちょっとみか皆さんみちょっと見てほしいんですよ まず皆さんに見てほしいところがあるんですよ。というのも、今からちょっと電気つけてるんで、ちょっと待ってくださいね。皆さんにちょっと現場をちょっと見ていただきたいんですけど、今ちょっと電気つけてるんですけどね、ちょっと待ってくださいね。ちょ皆さんにちょっと見てほしい現場があるんで。えー、っと、開けて、よいしょ。ちょっと待ってくださいね。 こんなな感じかなまずここが自分の部屋ですみなさん覚えておいてくださいいいですかここの窓を覚をえておいてくださいこここれから DV 彼氏があらゆる手段を使ってこの家に入ってこようとするんですよそれを警察が来るまでの間死守しなきゃいけないまあ、いはこつ。まずここが1個の部屋この窓ねここから入ってきますそして次ちょっと暗くてちょっとわかんないかもしれないですけどこの窓これこの窓からも入ってきます そん、そして次こここの窓からも入ってきますまずこれはえー、これ多分、友達かなおもこもわこついらっしゃいこの窓からも入ってきますそして次の部屋いきますねこここれこの玄関よいしょこの玄関 ここからも入ってきますこれここからあとここの窓これこの窓からも入ってきますなかなか多いでしょ入ってくるとこで次ここ筋トレルームねトレーニングルームのこの窓からも入ってきますここまだあるんですよ皆さんまだあるんですよここはトイレだからここは入ってこないここは窓ないんでねここ ここからも入ってきますこれこの玄関この裏口かなあとはこここれゲここが多分玄関なんですよここここからも入ってきますでこの窓からも入ってくるこのあらゆるいろんなところの窓から窓とドアから彼氏が入ろうとしてくるんですよこれを元カノがあのあらゆる手段を使って死守しなきゃいけない竹の乗り箱多いでしょ 床からは来ないんだけど、ね、でこの板があるんですけどこの板この板をこう窓に貼り付けたりドアに立てかけドアにつけたりとかする作業をしなきゃいけない入ってこれないように15分間っていう警察がやってくる時間帯15分間の間に彼氏からめちゃくちゃメール来るんですよそのメールでメール応対をしながら谷間を覗くっていうゲームじゃないです メール応対をしながらあの彼氏が入ってくるのを防がなきゃいけない、うん、というゲームです吉田はこつじゃあまず今から何をするかっていうとまずこのまず自分のやることをしなきゃいけない <laughs> <laughs> さあということでまずこのこういうねこういうものをまずしなきゃいけない谷間を除くゲームじゃないですえなゲームじゃないですね とということでまずお皿をまず洗わなきゃいけないらしいですこれはこれねこういうものをからつけるところからまず作業しなきゃいけないらしいこれはこうやってこれが終わると あのー、まずこれ何をしてるかっていうとまずた彼氏が来る前にまずこのなんかやることがあってまず掃除をしなきゃいけないんだよね多分ただ床が,からつけ床がこう汚れてたらあ終わったこのタスクを完了しましたってなった時はこれ必ず3つ項目をしなきゃいけないまず洗い物を済ます床を掃除する、えー、床を拭くとかっていう項目を、まあ、いろんな掃除を3項目行,な行わなきゃいけないらしいんですよ。 で次にやることって言ったら多分これかな。洗濯物。で、ワークショップ。ワークショップ。これを物、物置に置かなきゃいけないのかな洗濯物だから洗濯物のとこに置かなきゃいけないみたいなやつ。これ初めてやるんだけど、これ。多分おそらく、ここに置くのかなで、ワークショップっていうからとのワークショップの場所に置くのかな ちょっと待ってね。えー、っと、この辺に置くあれ置くとこない。この、このタスク初めてやるんだけど、俺、これ。この掃除のやつ。あれこれってこっちじゃないのんこれもしかしてこっちここの箱はここにはりません。 違うここじゃないなんだこれこれどこに置くのこれノコギリだからこれガレージこれガレージちょっガレージ置くねガレージに置いてノコギリマークだから俺も木くずかなと思ったの。 えーっとでもねなんか置けないんだよねこれでしょ置くとこあるあ待ってこっちじゃないここじゃないあやっぱそうだそういうことかはいガレージ洗濯物 OK これ終わったら多分、彼氏来るかな待ってえその前にまずやることがあるからこれがこっちにおいてでこれをガレージにおいてあれまだあるあ持ってたわでこうしてこれで完了多分、あともう一個項目をやったらおそらく彼氏がやってくるからさあということで えーっとまずアイテムを集めなきゃいけないんですよ彼氏がやってくる前にそれはまずえー、っとやることといったらえー、っとねまず板の場所を把握すること窓の数は1個えー、窓の数を把握1つ1個1個2個3個4個 えーっとあとこれだけかなあとこっちかえー、5個6個だから板を6個必要板が6個必要なのかでえー、っとガムテープっていうかマジックテープじゃねえ、まあ、ガムテープみたいなのが必要なんですよ養生養生するテープ養生するテープを探さなきゃいけないえー、っと 窓が6個あるんだよだから6個ね板板板をねあの打ち付けなきゃいけないここは何も入ってないねあとライターも必要なんですよ皆さんライターここにちょいちょいあるこのトイレットペーパーの芯かなと思ったじゃないですかこれ実は違くて実はこれねろうそくなんですよあの10分ぐらい経つといや彼氏がレッドゾーンだったっけなんか なんか彼氏のね、ごき、なんかこれね、酔うな、ちょっと待って、感動、感動下げていい。彼氏がね、ぶち切れマークが起こすんだけど、その彼氏のぶち切れマークが中間ぐらいになると、電気をね、消してくるんですよ。あと、そう、釘も探さなきゃいけない、釘。釘の場所を把握しなきゃいけないのか。釘どこにあるんだこれ釘の場所。 釘の場所はね固定だったらいいんだけどねこれねこっちにあるかなだいたいこの辺にあるイメージだけどげねしくぎゅあっテープあったテープほらこのテープ何に使うかっていうとこれねこのヨーヨーみたいに持ってるかもしれないけどこれ窓にプシッってこう貼り付けられる 最終手段なんですよこれまぁ、あ、ちょっと一連の流れ俺やるからちょっと見ててほしいんだけど窓をね養生するためのものなんですよこれあのテープで貼り付けてさここ貼れなくするんだよこのまぁ、あ、ちょっと一連の流れ一回見せるわその前。が早いということであと必要なのは釘の場所と釘がある場所をまず探さなきゃいけないんだね釘の場所ここじゃあった釘 こここにあったこれが6個限定6個だからさっき俺が言ってた板切れを6枚集めるって言ったのは6か所窓につけるんだけどこれ3つしか入ってないんですよこれ実はこの釘3つしか入ってないのだから3個取ったら次の釘の場所を覚えてその釘を取りに行かなきゃいけないんだけどそれをね見に見つけなきゃいけないんでちょっと待ってくださいねえーっとそうするとあれ金具がねえぞこれ。 窓を打ち付ける金具っていうものがなくなってるマジかそうなんですよあとは電動ドライバーってのも探さなきゃいけないんだよね金具を打ち付けるためには電動ドライバーが必要だから電動ドライバーも探さなきゃいけないちょっとって今回あった釘これだガレージに1個とあとトイレに1個あったわ 金具、あと金具探したいその窓が壊されそうになった時に窓の耐久値がゼロに近くなった時に最終で金具1個使えるんだけどその金具がどこにあるか分かんないんだとあとはね電動ドライバーがないどこだ電動ドライバーどこにあるんだ電動ドライバーと金具を探したいおばらがあるわこっちいらっしゃい 電動ドライバーと金具電ドラと金具ここにだいたい入ってるんだけどないねあとライターも探さなきゃいけないんだそうだそうだライターも探すんだねええ<ー>こんなの入ってないのこれ入ってないかマジでこれど,どこにあるんだろう残りこっちなかったもんねえどこにあるんだ こっちの引き出し入ってる入ってない探すのめっちゃ大変だよこれ今ちょっと一連の流れをちょっと見せたいんだけどまずその道具が揃ってないからちょっとさすがに見せることができない岩崎駅こっちにあるあ、包丁ある これがね、最終的に何どう使うのか分かんないんだけど、一応包丁があるんで、これ彼氏刺せるかな彼氏刺しとくわ。一応ここに包丁置いといて。で、あと、ちょっと待ってね、ちょっと電動ドライバー冷やしたこれ。電ドラ電動ドライバー冷凍庫入れた入ってねえな。どこにしまったみんなこれ。ちょっと頼むよ、これ。ちょっとちゃんと、ま、分かるところにしまって。 おーい、どこしまったんだ今日車でさせるかなあれどこしまったおみさはこっちいらっしゃいないんだけどえ、どこしまった電動ドライバーと金具どこしまったのあれちょっとどこからつけるちょっとからつけてください。暗い部屋にある なないなちょっと待ってあのー、向こうの部屋かあーこっちじゃねやえや、ー、えっとこっちこここの部屋あありそうやなここ金具あるあった金具じゃないじゃないんかいあれ釘あるぞ 釘があるのワンチャンこれ窓六699打ちつけられんのかこれ金具がなくなった代わりに釘が出てきてんのかこれもしかしたら3つ目の釘でしょだってこれ1個でしょそうだよね今回九個9あるくね窓そしたら俺窓全然…いけんじゃん ドア行けるよね、俺ね。ドアも打ちつけられるわ。そしたらいけんな。ここ入ってるあここ入ってないのか。ワンチャンこれいけんぞ、今日俺。警察ワンチャン行けそう。えー、っと、まず釘が、これもうしめといて、まず釘がまずここ1個でしょここに釘あるでしょんで、 で、えーと、次の場所が、えーと、釘の場所、釘の場所が、ここに、これは関係なく閉めて、閉めて、お前はかつ、そう、リベンジ。ちょっと待ってね。一回ちょっと一回見ていい、ガーッと見て、ないなあとは、ガレージとトイレ。えーと、こっちか。 ガレージに確か一個あったこれでこれでねこれ釘だよねここの1個の釘とあとトイレあとトイレえーとトイレがトイレの場所がここだ多分これ釘だよね多分これ釘だよなそうだよね合ってるよねいけるかこれワンチャンいけるか ワンチャンいける可能性あるよね。くぎだ。で、いた。いたの場所。いたの場所が、ライターがないライターが。ライターねえな。9個ある。ライターがないライター。逆にライターがない。で、これがいたでしょ ?3 枚。あのね、いたがね、3枚ずつあるんですよ。3枚ずつ。ライターがない。 板は、こことまず暗い部屋と暗い部屋とあとここに3枚あるでしょであとガレージかなあ違うあれああとここだアイヌマコツライターがないから真っ暗なった時もうちょっとこれあかんくなるなライターないのか ライターがないと俺真っ暗にされた時困るぞこれここら辺ないのライターないな見逃してる可能性がいやでも俺全部見てきたぞタンスの中入ってないかこれライターじゃないもんないや、ライターないときついぞこれライターがないとちょっときついっすね ライターがないとちょっときついなこれやばいぞこれあのねブレーカー落とされるんだよこれ彼氏にそうすると真っ暗になるからちょっとそれはこれ金具じゃない待って、これ金具じゃないのこれ金具じゃねこれちなみにこのゲームびっくりするぐらい面白くてしゃがむというボタンがないんですよ 金具金具はあったけどでもドライバーがない探さなきゃいけないそうこのゲームしゃがめないんですよなんとすごいでしょ今時あるこんなしゃがめないっていう <laughs> ジャンプができるけどしゃがめないっていう謎の謎のし縛りがありますねこれ元彼から逃げるゲームそうそう,そうしゃがめないんですよ どうしますかライターないね。もうこのままやるしかない。あああ、無理でこんなの入ってなかったもんな。警察の番号。どうしよう、ライターないぞ。どうしましょう、ライターがないです。ライターない状態でやるか。でも、俺、真っ赤で見えんよな。どうしよう。9号 ワイシラブはこつ9 5 3 9五ってこれ入力していけんのでも4つだよこれほらこれガチャって開かねえかな適当にやってガチャって開かない無理かさすがにとか言って開いちゃったら面白いよねガチャとか言ってねま <laughs> あそんなわけないか、うん、この金庫の鍵のこの金庫のキーわかんねえよな 2006やったんだけどダメなんだよそんな都合よく開かないってその2006とか前回やった起きた時のカレンダーに書いてあそうなんだよねだからでもそれでも意味なかった日付入力したけどダメだったほら3535643564 35どっか出てきたのそれ 違ううみたいなんだろね、ね。この数字、ね、俺わかんないね、この数字が適当適当かい !2525 25? 絶対無理それ絶対違うテレビつけてみる数字出てこないこれえなんか変な実績もらったんだけどハムスハムスターがどうたらこうだみたいな。 奇跡だった。とりあえずやる。とりあえずやってみるか。じゃあ。ごめんやけど。ライターないんだわ。ライターがない。ライターないから。もうこのままやるしかないわ。これ。うん。このままやるか。 どっかに数字書いいてあるわけじゃななもんなライター取ってないうーんライターがないんだよだからもう真っ暗なまま俺動くしかないわなんかなんでライターないんだろうライターがなんでなくなったのか分かんないんだよねなぜライターなくなったんだまあいいやとりあえずやるかおしえするわコツこの辺にライターないよね これライターじゃねこれ,これライターじゃねフルーツと一体化してたわこんな分かるわけねえだろ <laughs> フルーツと一緒になってた <laughs> こんな分かるわけないでしょさすがにそんなライターこんなとこにあったらよいしょさあ準備は整ったあ電動ドライバーがないでも電動ドライバーがないんだよ 電ドラ電動ドライバーがないなあ,ある程度探したよななかったなないよね電動ドライバーなかったもんな電ドラ金具はさっき一応見つけたどうしよう電動ドライバー電動ドライバー最終的に必要になりそうだけど 釘が多いからなんとかなるか釘あるし、いけるなんかフライパン持ってないけど何え釘3つあるし、いけるかこれもしかして項目かもしんない。ラーメン作るっていう。 ほら、項目だわまだまだわこつよしやるか「札幌一番」なんかちょいちょい初めて見るタスクあるよなよしじゃあとりあえずあ終わった これ、お湯沸かして何のタスクなんだろうこれうん骸骨は骨何のタスクなのこれ彼氏ネットかけてあげたい今日は左下絵じゃないんですよ ちなみにタスクはガラケーで確認できるみたいなんですけどタスクコマンドがなくなりましたこれいつまで沸騰させてんのこれなんか入れんのこんなかタスクコマンド消えましたこれうるせえなこれその画面、タスクじゃねこれ いやタスク画面消えたよこれここにあったやつどこいった消えましたそのメッセージ読むのところで姉さん家の家の雑用をやり残しちゃったんだけど手伝ってくれるバックドアにあるパッケージをつかんで注文私たちの 私たちなんとかな汚れよげろ汚れのあ食器か洗濯室に汚れた服があるからそれを洗濯物に入れていくって書いてある洗濯室行けって言われた洗濯室に汚れがある汚れのそれをこれかこれを洗う これで全部さあということで彼氏がそろそろ来ると思うここからが俺の戦いだよいけるかな彼氏とメッセージをやり取りしながらやらなきゃいけないっていうところであのお湯なんか意味があるのかな彼氏にかけられないかなあのお湯ねこれ 彼氏来たらこれぶっかけらんないかないきそうだけどね実はあれ実は分岐分岐かワンちゃん洗濯機うるせえな <laughs> 洗濯機うるせえフライパン持てない持てない持てない洗濯機うるせえなこれ 変わんねえしワンチャン分岐じゃねこれこれワンチャンかけられそうだけどちょっと彼氏にネットを試したいねめっちゃ試したいあいつ部屋に入ってきたらちょっとネットぶっかけてみようぜ 終わりません洗濯が洗濯が終わりませんいつまで待てばいいですかあ待ってこれもしかしたらなんか洗剤入れなきゃいけないやつあできた。 できたみたいほらこれどうす、これどうすんのこれこれをどうすんのこれ干す、干すど、どこでめちゃくちゃ塊みたいな乾かす乾かす乾燥機だって隣にあったけど使えないって言ってないこれ これかあこれかなえ、ちが…えどこどこ…どこで使うのこれえど、どこだ反対側いや、無理無理だねどっかで干すところある実は実はどっか干すところがある どこだどこで干すのこれえどどこだないよね木くすの部屋はちょっと無理だけどどっか干すところがあるのか干すところ干すところクローゼットかな あ、無理か無理だどうすんのこれしけっちゃう困りましたよこれすでに多分乾燥されてんじゃないの汚れた服って書いてあるよもうこの状態で固まってんだけどお風呂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 ,お風呂 あ、こうかいや無理あなたの手はいっぱいですになってる汚れてるってことはじゃあ洗え洗わなきゃいけないもう一回洗濯されていますって出てるよ洗剤がないきゃダメだったってことこれもしかしてやっちゃった俺これ洗剤がなかったから意味なかったってこと 洗濯できてないってことつまり、これマジでやったかこれ捨てちゃっていいじゃん、これダメかえ,え、どうしよう、これえどうしよう、お湯お湯で、溶かせないなんか、お湯沸いたよお湯お湯沸いた お湯沸いたお湯お湯湯沸いたよどういうこと <laughs> <laughs> どういうこっちゃいどうやら手に持った状態だとアクションができないみたい <laughs> なんか手に何も持ってない状態じゃないとダメみたいどうやら謎すぎる謎いんだけど しかもうるせえしこれほんでうるせえしハハハハ判定がなぞいよ若いわこっいらっしゃいとりあえずこれ,で終わこれで終われば彼氏がやってくんじゃないそろそろソロぼちソロぼちくるかソロぼちくる彼氏 ちなみにドアはこのここにかけてある椅子をかけてきますドアはちなみにドアにもガムテープ使えるっぽいから終わったまだ終わねえのかまだ終わらんか熱湯も一応持ってんだけどこれこの熱湯ってかけらんないのかなかけられそうだけどねあ居酒屋お疲れ これネット、なんかワンちゃんネットかけれそうじゃね彼氏に荒野行動みたいに入ってきたらネットをかけてみるねワンチちゃんいけそうだけどネット置いた置いた置いたあ終わったっぽい包丁とで、これで 一応できたけどこれを乾かすのハンギングよしこれでたぶん彼氏来くると思う問題は彼氏が来たらアドレピンもおやすみドアにロックかけなきゃいけない。 そろそろメール来ると思うけどほ来, <laughs> 来た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 あいつ来たぞで、今彼氏がやってきたんでこの選択肢を間違えないように今からそうそうそうこれね今から彼氏に彼氏を入らせないようにしなきゃいけないどうなった あなたのボーイフレンドですって。怖くねこれ。でこんな風に来るからこの元カレがねこの元カレが入ってくるからこの元カレが入ってこないようにあのー、メールをしながら元カレのご機嫌取りをしながら警察を呼ばなきゃいけない。そう。OK。ということで今からえー、っとー警察を呼びます先に。 はい警察に通報します。こうで、しょで、警察に通報したら時間が出てくるんだよ。OK。時間が出てくるんで、これこれね、この14分って書いてあるやつね。ということで、今から警察が来るまでの間、ドアを防がなきゃいけないのと同時に、警察、あの、か彼氏のご機嫌取らなきゃいけない。これ、選択肢を間違えると、彼氏のゲージが。た、あの 低くなってくるんで、それは避けたい。えっ、ー、と、まず椅子をね、これを、ここに、こうやって、よしょよしよしよしし。これ何をしてるかっていうと、ここにあるこのバックドア、ここに書いてあるゲージが、あの、レッドゾーンになったら、そこをぶち破ってやってくるんですよ、彼氏が。ということで、今から、よいしょ、ご、彼氏のご機嫌を取りながら、いた、いた、い,い,い,いた、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 いたを持って、はい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 。 板持ってでこの選択肢を間違えないようになるべく傷つかないようにえー、っと合金を取らなきゃいけないよし板こう板取って板を窓際に置きますあ設置しちゃっていいや板を窓に設置してはい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 まだ、あ、彼氏の気持ちになって選択肢を選ばなきゃいけないね そう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 彼氏の気持ちになるオッケー俺は彼氏に同情します彼氏は悪くありません彼氏は悪くないよ彼女が悪いんだよっていう風にえっ、ーうん、あああ怖いえー、っとあなたは私のことは何も知りませんとしーしなんとかこれでご機嫌を取ってで板取り付けてよいしょ それはそれで大問題だけどはい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 よいしよしよしやばいなんか彼氏ゲーター彼氏メーターなんかちょっと若干早くなってんなやばいんじゃないですかこれあと俺れどこ貼り付けてないあれこれだいたい窓終わった全部。ぶあ,あとこれだはいオッケーあと釘釘持って 私たちの関係は終わりです。離れてください。いい時期ではありません。はい。トレーニングルーム終わった。次、あと釘もっ釘持っていこう。釘。釘を持って釘を3個持った状態にしておいて。よいしょ。よいしょ。おきょくおきょくおなぎ出しゃい。よしよしよし。で、窓際に釘をお設置して。 こっちの方がいいな。なんかいちいちさ、切り替えなくてもさ、OK。こっちの方がもしかしていいのかもしんないね。釘をまず設置してっていう感じにやってった方が。ワンチャンこっちの方が早い説あるな。で、次の釘どこだったっけで、えー、私を操作するね。私は何も知らない。私をそ、私は何も知らない。バカやめてくださいと。こっちの方がやりやすいかもしんない。 釘を3つ取ってオッケー。であとトレーニングルームに行ってくっつけるえっ、ー、と次の場所はえー、っとここにくっつけるやばい42%だった今ソそろぼちやばいないやー俺次どこやったかおぼわ,わかんなくなるこれちょっとそろそろ釘打たないとまずいかも。 やばい、そろそろ釘打たないとまずいかもね。ここは大丈夫。こっち行こう。ちょ、メールがしつこいぞ。行きます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 。やばい。二十七パーセントだった。危ない。オッケーです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 。 で次の場所行きましょう次の場所えっ、ー、と次が落ち着いてくださいと57でもまあまあでも危ねえよなこれなちょ今メールくんのやめて,ほしやめてくんないかな OK で、えー、メール見ました で、向こうに行って次の次の場所ここは全然オッケーこっちは、うん、ああもうちょっと赤文字のところだ赤文字えー、っとトレーニングルーム何パーセントあトレーニングルームまあ全然余裕だ余裕ですねここはここもちょっと余裕次 そろそろここはもう終わったんだよねそろそろドア見るかフロントドアも全然 OK うんフロントドアも全然 OK ですここのドアも全然 OK ですねで次の場所がお互いの窓も OK ここの窓も OK ここ窓も、OK さっきの57のところさっきの57さっきの57どうだったっけ ?57% 多分そろそろ停電にあーこれね木くずのところちょっと待って今行く。 来来た来た停電はい来た来た来た停電ゲージ停電ゲージえっ、ー、とちょっと暗くてわかんねえこれえっ、ー、とそしたら今度はこのテープをテープを取ってこれねライターとテープえっ、ー、とハンマーを置いてえっ、ー、と ライターライターライター、どこだあった <laughs> <laughs> えっときくず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 でえっとテープ養生してオッケー。 で、次、ドア見に行っていいよしこのドアは全然オッケーこのドアはオッケーでこっちのドアはあ、1 0 0ャンコはこっちそうだねちょ、えー、っとえっとこっちも100%えー、っと彼氏ゲージめっちゃいいまあいいとこなんだけどね えっと、こっちはこっちは84%やばい危ないこれちょっとまずいなここがまずい確か板がまだ残ってたよな板板確かまだ残ってたよな 確か板がまだ残ってたはずちょっと見えねえ見えねえ周りが見えねえあ、はい、こっち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 えーっとちょ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 なんでメール開いてんのはいはいはいえー、っとそれでえー、っと今度は板を取ってえー、っとどっちだっけこっちかはい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 板を貼り付けて怖いでえー、っと釘取った えーっとそしたら今度、ハンマー持ってちょっとメール開くねん <laughs> てこのゲームねクリッマウスクリックだからねちょっと待ってえー、っとちょっと待ってこれえー、っとどっち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 向いてどっち向いてんのこれ今どっち向いてんのこれか。 オッケーですこんなもんでしょ落ち着いて今俺全然全然大丈夫っすよあと5分間あと5分間彼氏をなだめなきゃいけないじゃこれマウスが勝手にブルッて向くのもやめてほしい落ち着いてくださいとオッケーこれは黄色うぅ ドアが怖いドアがドアが怖いこれ全然オッケーこっちは全然オッケーまだ俺さ釘板があったよねまだ板残ってたやなまだ板が残ってたはず板使える板使うか ガレージガガレッジガレッジ行ってここは全然ケ、OK、ーだガレージ行ってこれ取ってやべなんでこんな減るの彼氏ゲージなんでこんなへんのちょっとまずいって。 釘の場所、次どこだ釘の場所釘の場所次ガレージだっけやばいちょっと待ってぶちギって入ってくるぞこいつそれで俺がしかも邪魔になってんだけどオッケーオッケーはいはあーしまった無視してた俺 おやったお湯かけられたえど、どうすんだこれ。めっちゃギャーギャー言ってるけど。<laughs> <laughs> この隙に包丁あ、包丁え なるほどこれ、早朝使うのかうわ、マジか。わ、初見じゃわかんねえ、これ。<laughs> 包丁使うんだ、これ。こうやってるうちに包丁使えばいいのか。わかんねえ、それはわかんねえ。マジか。包丁使うのか。わかんないよね、これね。俺、てっきりあのままエンディングいくんかと思ってた、今。 マジかいやでもどうなんだろう包丁使えそうだけどこれいやこれ多分多分包丁でやるんじゃないかなお湯かけてひるんでる間に多分包丁かなんかで使ってやらなきゃいけないでしょ了解はこつねちなみに板のやつハンマーで叩くまでやらないと分かんなくなるいやマジで分かんなくなる板がガチで分かんない。 ちょっと待ってあるかなまだまだ入ってるかなちょっと一回見ていい一回ちょっと見たいあるかなお湯をかすやつまだあれって固定なのかなあ入ってる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 あ一回やっていい試しに彼氏をわざと入れさしてお湯沸かしてそれで包丁でほうち 包丁で包丁でやっていい包丁でその包丁はどこにあるの包丁は包丁はどこにあるの包丁はベッドの上あーいいねベッドの上にお湯沸くかあお湯沸かすか包丁はどこにあるの包丁は と、一回やるわ包丁はどこですか包丁は冷やしてやる冷やした最初ランプつけらんないこれね、何もできない彼氏がやってこないと無理なんだよキンキンに冷えてるあ、冷やした包丁もしかして 包丁もしかして冷やしてやる刺しやすいようにどれどれ入ってないな冷凍庫に入ってるあ入ってないわあれ包丁どこからつけたんだキンキンに冷えた包丁を冷やしたいんだけどねやっぱそう思うとあのベッドのアンチめっちゃ強くないベッドのところあそこに全部沸いたお湯とか置いとこうぜ。 レンジの上はなかったほらないみたいどこにあるんだ今回包丁どこしまった包丁どこしまったみんなちょっと教えてみんなどこにしまってんだあれないなどこしまったなの俺のこの間見つけた最強ベッドアンチに行こうぜそしたら俺のあれないぞ包丁 ワットイレにあるかなトイレにあるあ金具だトイレ失礼します暗闇のベッドの上で包丁とね湯うを持った女木くず木くずのとこに包丁置いてきたのもしかしてお父さんがあれかな ノコギリと間違えて持ってっちゃったのかなこっちにないかなどう包丁さんあ、チョコレートしかねえわ包丁ある包丁ないっないでやんすよ包丁がないでやんすよすいません、包丁知りませんか包丁がないっすよ、包丁がはい 包丁がありません。包丁さんがありません。包丁さん。あ,あどうも皆さんよろしくお願いします。包丁です。フルーツの近く？またフルーツと一緒になってるか刺さってんじゃね多分。この辺にない。ないですね。ないみたい。私の名前は包丁です。 チョウさんって読んでくださいここの辺に包丁があるときハンマー釘、ハンマーハンマーでも今回いらねーなね。ハンマー今回いらない包丁はどこだん アンマーは今回いらないと。侵入させる、わざと。これさ。あの、熱湯が。使えるんだったら。これワン。ちゃん、これで彼氏やれね。てか俺、俺思った。これ、これ、何なんだろうなと思ってて。ワンちゃん、これ、電源入れたら彼氏やれね。 頭頂がダメだった時のハンマーあ今になってようやくドリルがあるわ使えそうじゃねでもちょっとグロいグログロい映像が流れる可能性があいやあっ何するんだけど大丈夫かなやってみる一回やってみようぜやれることは一回やってみようもしかしたらワンチャンあのなんか彼氏がなんかねなんか今は ってるっし、侵入されたいーけそうじゃ今は使えないんだったらじゃあもしかしたらねえ使える可能性出てくるもんねもしかしたらねやってみる価値ありますせあと包丁がないワンチャン巻き込まれてくれるかもしれないもんねそうだよね一回やってみようぜじゃあ一回掃除だけ済ましちゃおう掃除だけあー包丁あった 電気切られて…あ、電源切られてる状態でどうなんだろういや電源を切られない状態にしておいてあーでもどうなんだろう電源切られたら電源使えんのかなこれそこちょっと微妙だよねどうなんだろう使えんのかな電源落とされた状態で使えんのかな どうだろうちょっと気になる、それやってみる価値ありますでも、いろいろとやってみようぜ電源落とされる前に入らせれ…でもむ、むあ、電源落とされる前に…でも、あーでも、電源って、あーでもど、どあ,あーでも、あーでも、あ、ああ。 ああーでもあーでもであーでも電源電源落とされるタイミングだよ問題は電源ぶち切られる前にぶち切らさし、ある意味彼氏をぶち切らせん一回目そうだったよね変身しなくてめっちゃゲージ下がってったんだもんねワンチャンいけるそしたら次何すんだこれ 洗濯物終わった洗い物終わったあ次で終わるわ次の洗濯物で終わるわこれが終わったらいけるお湯のやつちょっと気になるな変身しなければ変身しないで待ってればいいんじゃねでもそうするとこの俺が邪魔になるから一回俺どきますわ俺一回どいとく こっちに移動しておきます。あこっちでいいや。これへんに。いや、こっちでいいや。この辺ににときます。この辺でいいですか、俺今日。この辺ににときます。 早く終わんねえかな終わりました。 <laughs> うるせえこの洗濯機すごいでしょ <laughs> さあということであと床掃除しなきゃいけないのマジっすかえ床掃除もですか床掃除、床掃除 床掃除、これほうきかどこ掃除するここあ、ここだほんまやおはぎこんばんは忙しい運をやることいっぱいできたねで、なんだこれ牧獣でも垂らしたんか床がもう大惨事起こしてるよこれ はい、終わったー。オッケー。最高みんな。そしたら今度こいつらを取って。待機！待機！これ木くずんとこれ待機できないの？これこの上登ってはいけない。無理かな？ここここだったらここだったらいつでも電源無ち決めんぞ。俺 ここにようかなどうぞー自分が巻き込まれないようにこの辺行って大丈夫っ行かない無理かな自分お湯持ってますよ自分お湯持ってるんで全然おいっすよ警察は今回関係ないんで俺今回何をするかって言ったらベッドの上で あのー、最強のアンチポイントベッドの上っていうところに行きますわ最強のアンチポイントベッドの上ここだとここは最強のアンチポイントなんでサイコパスのようですねー 彼氏がだんだんん無イラしイラしてきましたこれライターもうライター探せないよこれ <laughs> ライター持ってたほうがいいかライター持ってたほうがいいかライターどの辺に置いたっけ俺これかよいしょドア閉めないのどっから来るかによるよねでもこいつがね えー、あなたとは何もしたくありません出て行ってください包丁持ってる包丁持ってる全然持ってるお湯も包丁も持ってるぞさあ彼氏ゲージがたまって減っていきますねさあどうなるんですかねこれねちょっと気になりますねこの結末は結末はいかにですよこれ 見録するの方がいいんじゃねやってみる見録する。あ、ごめん、記録するだってごめん。あなたは虐待者です。絶対に許しません。家から出てけ。いや、未読であってたあ、やっぱり一瞬、なんか自分をちょっと疑っちまった。いいんだっけっって。ガンムシ決めたらワンチャンいけるみたいな感じかな。 スルーできんのたたぶんやってみるスルーしてみる試しに試しにスルーしてみるかちなみにちなみにこういって あ、オッケーまっすぐ行けばいいんだなまっすぐ行けばいいんだ2回目の着信でたぶんけんじゃないまあ下がるねまあ下がるね結構下がる 未読スルーの方がむしろ下がってくれるめっちゃ怒ってるお湯かけてやるぜ停電前に行けそうじゃないこれこのまま行けば。 いつでも行けます来た来た来たいや彼は結構怒ってるぞこれ来るぞケイちゃんはこいつ電源落とされる前に行けるわこれワンちゃんね熱湯用意熱湯を持って待機してる <laughs> おこ今激おこですね今ゲージがまあまあいい感じに 冷めてきた改め直すカクカクの谷間を見て癒し…癒されてもらいましょうか来るか来るか来た来た来たどっから来るそっから来るか 彼氏めっちゃ刺しサードグッドエンディング。 警察は時間がかかりすぎたため、ストーカーは家に侵入することができました。幸いなことにイザベルが彼のお世話をし,たしました。まあ、要は、まあ、ま逮捕されたってことか。殺人罪で。捕まりました。<laughs> でもよかった。新エンド行けたね。捕まった。さあ、次。あの、電源入れるやつやろうぜ。電源入れるやつ。 あのー、電の子に電源を入れるエンディング行こう電気のこぐりに電源をぶち込むエンディングうん電の子のやつ行こう電の子のやつ正当防衛でしょでもギコギコしますかギコギコサイコパスエンドやででもそれ言うなれば超絶サイコパスエンディングでしょ ドリルはどうなるかわかんないやってみるでんのこの方がちょっとえぐそうだけどない <laughs> お湯かけてあっお湯かけた方がいいのかなどうなんだろうお湯一応持つ一応お湯持っとく一応お湯用意しとくかまぁ、あ、用意するだけただだしやっとくか かけないと無理そうかさすがに無理か燃料は燃料ね。一応入れておくか。安全のために一応用意しとくか。そう一応彼氏もねハンマー持ってたからね。OK。これで多分いつでもいつでもやれる覚悟できてますよ、自分。お湯かけたらどうやって彼氏に電脳を。いやわかる。一応,一応お湯をかける前に彼氏がやってきたら。 電脳やってみるけどもし無理そうだったらかけて行くしかないかもあの机の上行いけるかなアンチポイントかなどうだうかわかんないんだよねアンチだったらいいんだけどあれ今回はあれだこっちの方だ俺これバスルーム洗濯物キッチンキッチンキッチン でんのこんところでお湯かければ、ワンチャンつ。いけるかな。ワンちゃん、でんのこんところにお湯かけて。いけばいけそうじゃない。一旦お湯で弱らせてから。で、うん電のこでお湯を持って待機して、あいつがでんのこの前で。 いやーってやってる時に電源のスイッチを押してあのー、ミンチにさせるっていう作戦でいきましょうどうですかもうそれそれが多分一番いい方法だと思うんですようんどうですかなかなかいいでしょうミンチくんになってもらいましょうやけどしてでもねこれ警察を呼ぶエンディング結局やんなきゃいけないんでしょ なんかいい方法ないんかなぁ警察呼ぶエンディングねえあとあのパスワードだよパスワードパスワードはガチで謎もうあれも調べた方がいいかなぁパスワードに関しては多分警察が一番ナイスなエンディングなんだろうと思うんだけどね パスいろいろんなとこ行ってきたけどさなかったじゃんうんあとちなみにエンディングあと3つでしょ多分警察のエンディングがまず1個とあとは多分そのさっきのあの電源を入れて民事にするエンディングとあとさっきの俺がやったやつかコツつかめたらいいんだけど俺の場合奇跡が俺ちょっとあれパニクるからな 中に銃とか入ってねえかな。そんな、この人がそんな、銃持ってるわけないでしょ。いやー、これいけるかな。で、次何すればいいですか、これ、今度。パスワードのヒント知ってるちなみにそれってさ、この、俺、あれなのあれして、あれした方がいいのあれしてから、あれして。もしかしたら。あれする感じあれしてから。 多分あれしてあれすんのかな多分この部屋のあれのどこにどっかにあれねあれしてあれす,あれするやつもしかしてあれしてえっと次何すんのこれ入り口に置いたやつは取ったガレージバケツかあれしてどっかにあれすんのやつあやっぱあれだと思うやっぱあれかあれするかやっぱり多分あれするやつだよね 私はあれだと思うやっぱあれかな俺もあれかなと思ったんだよ。ちょっと待ってこれ。バケツ持ってきてねえじゃんこれ。あれをあれしてあれすんのちょっと待って、あれをあれしたいんだけど、ちょっともうあれもあれねえじゃんあれが。あれあれどこやったあれ。あれにあれ入れたいんだけどあれを。ちょっと待って、あれにあれ入れたいんだけどどこにあるのあれは。あれあれがないよあれが。 そうあれ水あれすんだよ今から水あれしてしまっ,ってあれその水あれするやつのあれがないんでどこにあるのこれあっちどっちどっちだどっちにあったこっちんこれ違うのどこにあったあのあれするやつ前あっちの部屋だったけどね今回ない今回ないぞほらなんで ないよん <laughs> ちょっと待ってあれバケツどこ行ったマジでバケツどこマジどこ行ったあれどこからつけたこれここバケツで掃除すすんだけど木くずのとこにバケツあったあったわ。待ってこれ一体何往復しなきゃいけないの俺これ。 3回ぐらいやるくね、俺これ、確か。<laughs> 3、4回ぐらい <laughs>。大変だ <laughs>。大変すぎん、それ。結構な、まあ重労働やね、これ。遠いし <laughs> 道具探したいや今回はそのお湯かけてあそこの電源を入れるっていうちょっとミッションにやってみるよしなんかあと一回か,くこか,か,か,かなんかその前に牛乳飲もうぜ。 なんでこんな汚したのわからん。多分あれじゃね、オイル交換するときに、多分オイルの元栓をしまないでそのまま出しちまった。さあ、ケ、OK、ー終わり。終わった。電源は、俺がここにいて、あー、じゃあ、こっちじゃねえや。俺はここにいて、彼氏が向こうの、多分ここから出てくるんだよ。ガラガラガラって。そしたら、ここでお湯ぶっかけてから、ここで電源プチってやるっていう作戦でいきます。でもこっから来たら、ちょっと俺死ぬかもしんない。 どうだろう大丈夫かないくぞ開けません出ていけあそっかこの窓閉めちゃえばいいんだ俺そうだよその方法いいじゃんこの窓固定してしまえばいいじゃんねっしくしく泣いてんぞあいつ

釘あったちょうど3つ。ははっちょうどあったわ。でちなみに俺ハンマーどこにあったんだっけ, <laughs> っだっけオッケー釘やった。でハンマーハンマーハンマーなんか俺れどっかにハンマーあるなーみたいな感じで言ってたけどハンマー俺見つけてねえよな。ハンマーって俺どっかにやってたわ。ありました。そういえば俺物,物置いてたんだ。 もうこれ130%いってるからもう絶対開けらんねえやろさすがにこれついでにガムテープも貼っとくか時間もあるし全然 <laughs> この窓だけやたら厳重オッケーこの窓だけやたら厳重なんだよ <laughs> 絶対に開けられたくないものがある 絶対に開けられたくないものがそこにあるよしついでにあのあまだ釘あんのかこんなもん見つけましたこんなもんよいしょ どうしようまだ、まだ余裕あるよな。オーストラペイはこっこんばんにちは。まだ余裕あるよな。まだ若干の余裕がある。俺には。これで固定、固定してる。まだ来ない。まだちょっと余裕がある。今探索できるな。まだ今んとこ探索できる。 この前の前配信見てたあらそうまだ若干の余裕があります僕はそろそろ行った方がいいかチョコレート食ってる場合じゃねえかもうそろそ行っとくまだ余裕があるかこれ。 そろそろ移動するかうんそろそろ行くかスタンバイしときましょうスタンバイスタンバイスタンバイ <laughs> 俺はいつでも覚悟できてるぜ来い,いよ 十分すぎるぐらい補給してるからねうまくいけばいいんだけどねーどうだろううまくいくかなー <laughs> そこのドアいつで防げるこう防げられないんだよなよし来い 来るぞこの絵入って彼氏ビビンないのすごいないきなりドアから来てほしいふさがなあそうだいまあ、こっから来てこっからこうやってやってくるから130%にしといた今120%来たき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 た入ってくるぞさあどうなる た入ってきたおい、早くもういいから早くこっち来い。 こっち来なさいよあんたいいからもう早く行ったわ <laughs> あ自分から行ったぞやっぱこれ合ってるんだこのルートで。 第4グッドエンディングストーカーは家に侵入することができましたしかしやっぱ捕まるのか俺は <laughs> 結局俺捕まるのか <laughs> 合ってたみたい何がどうやったらそうなのか分かんないけど一応合ってたみたいだけど一応捕まりました,た私私 <laughs> あ合ってたみたいですね完全に合ってたみたいです 回収できた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 じゃあ問題はあともう一個じゃね下手すっと問題あともう一個じゃねあとなんだ警察と金庫だけあと俺がやるのは警察と金庫かな バッドエンド、サードグッドエンディング、第4グッドエンディング。あ、多分警察と金庫かな。金庫は場所がわかんない。ちょっとヒント教えてくれる、ヒント。ちょっと気持ち、あーごめんなさいね。ちょっと、ちょっと黒、ね、いシーンがちょっと出てきちゃったからね。まああれカレーライスです。いや、トマトケチャップです。ミートソースパスタを作ろうとしたら、 彼氏が間違って、カンカン開けたらミートソースパスタじゃなくて、これ、ミートソースじゃねえじゃん、これ、トマトスープ、トマトソースじゃんっつって、自分にかけて、あのエクスタシーって言ってた。少し気持ち楽になったなにどっかの部屋の隅っこどっかの部屋の隅っこ <laughs> どっかの部屋の隅っこ どっかの部屋の隅っこどっかの部屋の隅っこになんかパスワードがあるみたいですけどこれかあでもかんかえてないよなこれは数字書えてないもんねブラジャーに隠されてるんじゃねもしかしたらジャーブラに どっかにあるみたいパスワードパスワードパンツに実はある決まった場所にないのああなんかそういうのあるんだジャーブラ待ってどんパパンツとかに書いてないパンツの製造番号とかじゃないの違うそれもランダムなのかパンツの製造番号とかじゃない違う 違うかなパンツを買った購入日とかブラジャーを買った購入日とかブラジャーでこう例えばこうジャ,スジャスコじゃねえや下いや下着下着が目立つんですよ俺の製造番号変えとくどっかになんかかどっかに数字ちょっとこれでも探すの大変じゃね ここだって暗くて見えねえもんなこれねジャスコここら辺とかないでしょだってこれないもんねないよねこの辺とかだってないもんな隅っこでしょこれかわいすぎる耳が好き隅っこにありそうなこれだってやれないとダメだわあの ライターライターがないと見えん隅っこの方にパスワード隅っこの方にパスワードこの部屋とか見てみるパスワードみたいの見つけたら教えてみんな隅っこ隅っ子暮らしってこと隅っ子のオマーメさんこれかあこれか,これかこれかこれこれ違うかこれこれちゃうか 違うかこれプロセスの文章って書いてある残念違うって長いししかもなんなら4桁じゃねえのか4桁じゃなかったわ違うみたい今ちょっと一瞬ちょっときたんじゃねえと思ったけど全然違ったわさあ探しましょう どっかのトイレットペーパーに書かれてないかなこの辺とか見てもらってないもんなこれ違うもんねさあ探そう探そうここはこれあーチョコレートしかないなさあパスはこれかあこれ釘だカレンダーは関係なかったどっかにねあるみたいなんですよそいつが。 どどこにあるかかわんんないんですけどね俺が適当にガチャガチャやって開ける方法をやるかそれともちゃんとしっかりと見つけるっていう方法をとるべきなのかどっちがいいですかっていう感じなんですよねちなみにこのゲームはしゃがめませんとこれ空気ここにあるしオンにする関係ないか隠されてる ないもんねこれリモコンでしょ探した方が早そう。一応一応ね全部ざーっと見てる今。一応ざーっと見てるけどなんかそういうものがなんかありそうな感じはしないけどな。うんないよね。警察の番号でしょこれ。ちゃんと見つけた方がいい。でも俺のやつ多分。 ないですね。そんなものなどないよな。こっち行ってみるこことかだってないもんね。写真とか絵とか今一応今見てる。一応ざーっと見てる。あるかなーって感じなんだけど。このお風呂場とか見てみる一応ガがーっと見てる。がーっと。 パスワードを抱えてる紙みたいのがあるのかなこことかもないもんねここもないでしょこれ関係ないもんね1周ぐらい見回ったらそうだねもうちょっとヒント欲しいなこれじゃあちょっとわからんなあとこっちか紙かな なん,だろうね、なんのヒントなんだろうこの辺じゃない違うよねこモップだもんねハンマーでしょこの辺にあるないよねないもんね隅っこらしきこうぜ隅っこーパチッ置いてあるものの裏。 置いてあるものの裏、置いてあるものの裏、置いてあるものの裏、裏、置いてあるものの裏,裏、置いてあるものの裏。 置いてあるものの裏。置いてあるものの裏。置いてやす京都。おこしやす京都。紙が置いてありそうな部屋。念入りに見た方がええな。だって、おい、もが置いてある裏っていうと、こういう裏側とかじゃないの、これ。 ないないでやんすな。ないよね。この辺とか見たけどこれ関係ないもんな。うん。ないな。そのようなものは一切ござりませんよ。一応ざーっと見てるけど。 一応ざーっと見てるけど例えばポメラミアン方言を話したって言ってるもう一周してみるもう一周もう一周車のナンバーとか車のナンバープレートあった今んもう一周したくねこれ。 あとダボ全部見てきたよね俺ねないでやんすないなやっぱないな例えば壊れた洗濯機の床裏の床例えばナンバーなかった壊れた洗濯機の裏の床ってなんだスクショしたらあ家具の裏とかにあるってことそん 床とか壊れた洗濯機の床の裏とかにあるこんなのこういうとこアメリカとキューバーどうやって見るこの裏にあるこういうところとかってことねでけすよそういうのないでけすよな例えばかこういう隅っこらへんにありますよー という感じか例えだからかオブジェクトのこういう裏あたりにあるってことねえでげすなああいうオブジェクトの裏とかにあるオブジェクトの裏あたりこういうところってことでしょこういうところ例えばこのれいぞの端っことかこういうところとかってこと わかりたとえばこの部屋のこういう裏側ってことあるこれこういうところこういうところかこういうところとか今、隅っこを片っ端から見てるこういうところとか こういういとこ,ろこれメモ帳だしな今片っ端からね端から端にすくまなく見てる今 CD に文字あった ?CD に文字 CD に文字はないみたいよプレイステーションだったらあるけどうん これライターないと見えねえしなライターは確かこの辺にあったかよいしょさあこの辺を見てみようえー、っとプレステのゲームの中あるんだったらこれ多分相当大変だよね今ちょっとざーっと見てるけど ここんなとこにドリルあんのか、これさらながらドリルの場所一箇所見つけたわあんなとこにもドリルがあるんだなないよねそれらしいもんなくねえかこういう裏とか見てるけどなんもないよきくず行ってみっかきくずきくず行ってみっかきくずきくず 菊ずんとこ行ったんだけどあれこれガチで紙に4桁書いてある菊津んとこ行ったけど菊津んとこねんめよこれどこにもあんめよなよ菊津んとこにおめえ紙あるってさとおめえ紙が粘んだしゃあねんめよこれなよ紙がねえでよれ紙が紙が粘んだっぺおめえこれどこにあんだめえ菊津んとこに紙あんめえこれ よーく見ていや、見てんだけどもなん、なんもねえんだよキバゴキバゴ見どってかこれキバゴキバゴの裏にあっかキバゴの裏にはねえどこれキバゴの裏にはねえなこれなうんキバゴの裏にはねえわキバゴの裏にはねえ見るよこれこれ ねえよ、キバゴの裏には。ねえよ、これ、キバゴの裏は。グラフィック問題で見えてなかったら、それはまずい。ねえや、キバゴの裏もねえ証明、どこ探しちゃってねえべ、俺。ガセネダか、これ、ガセネタこれ、ガセネタか、これ、ガセネタ。ね、ねえ、ねえよな。この裏とか見てみか、これ、この裏とか、俺、 カビじゃなくてカメに描かれてんのか小猫顎骨カビじゃなくてカビに描かれてるかもしんねってことかあるべよ。ね、ねえンんでや。ね、ねでやろこれ。やべえ、ねねえな。マイカコ骨どこにもそんなものようなものはどこにもないでアんすな。 時計とかカレンダーとか見てみるここガレージもないもんね今一個ずつ見てる今めちゃくちゃ一個ずつ見てる今ねその冷蔵庫とかこういうところとかに紙がないよな うん、ないねしゃがめないんだよねこのゲームこのゲームしゃがめねえんだよなここも見たよな紙みたいのないよなねえなこれトイレの紙って流したんじゃねないよね ないですねないみたい金庫の鍵なくすってどんだけなんだこれそもそもの話ないねやっぱないわないよねやっぱないよなオーブントースターで焼いたキャビネットの下とか見てるけど。 ないよなフライパンしかないわないねここもないもんねここもないな拡大できないこれ以上拡大できないんだよめちゃくちゃちっちゃく書いてあるのかな0510なんか0593みたいな。 やっぱないですね、食った俺、猫が食ったんじゃねこれ調子いい紙だな、つってなんだこの紙めちゃくちゃうめぇな、みたいな紙の端っこがか、か裏から出てくないんだよなそれがなないです紙というものは 存在していませんね、これ拡大できねえんだよ。待って拡大できねえから困ってんだこれ。どこにも紙の端っこみてえのがねえんだな、これな。ねえよな。紙ないです紙紙がありませんないわ。 そんなに見つけにくいもんなんかこれ紙ってこれしかない紙ランダムならもう一回やり直すあ確かにその手もあるなもう一回やり直してみるかもう一回リスタートかけてさもう一回リスタートかけてみるそしたらもしかしてランダム場所でまた出てくるんじゃないその方法いいな 一回リストかけようそれいい方法だよしということでもう一度やり直します木くずの部屋まで出てくるまでよし さあ頼きばこのとこにやってこいさっさあさあさあ来るか来るか来るか頼むよあと2個エンディングあるんだからねちなみにパスワードの部屋ですさあさあさあ来ましたさあちょっと探したい紙があるかどうかを探したいさあ周りをよーく見てみましょう紙らしい紙はパンツしかありませんからね さあさりげなく携帯を取ってお母さんに挨拶した後にここから探します果たしてあるんでしょうか紙はさあさあさあとしましたさあ紙があるかを確認します周りをまず確認します冷蔵庫の裏をよく確認しますさあこの辺はないことがわかりました 続きましてこの裏とかを見てみたいでも先に見たいところがありますそれは木くずの部屋ですさあ入りましたさあきくずの部屋に入っていくさあ周りを確認したいところあるのか果たしてそれはあるのかどうやらちっちゃくてわかりにくい紙だったらしいですが果たしてこの部屋にあるのでしょうかさあこの部屋をよく探索していきたいところ果たしてそのような紙はあるのだろうかさあ探したけど何もなかった これはもしかして部屋が間違っているのかだが何かもしかしてあるんじゃないかと思い周りをよく探索していくしかしながら何もないこれはもうまさかこれはまたリスタート案件かさあそれでも諦めない他にまたあるんじゃないかという心を抱きながらも探しているがザーッと木くずの部屋には何もない さあ、んた。続きましてこのせんた洗濯物の場所のあたりをちょっと探索していきたいところですがここにもちょっとありませんねそのようなパサードのある紙はどこにも見当たりませんまず我々は形を見たことがないのでこれだという確信が持てるものがありませんからね残念ながら洗濯機の中も入って いっていないこれはちょっとまずいんじゃないかミメワコツさあ続きましてお風呂に入っていくさあお風呂の場所を確認していくがこれへんに果たして紙はあるのだろうかしかしながら紙という紙はありませんトイレットペーパーしかありませんからねゆっくり動いてますゆっくり動きながら見てるんですが 紙紙といいう紙がないですさあさすがにこういうところにはさすがに紙さあトイレットペーパーしかありませんねこれは残念ながらそのようなものありませんうんさあ紙という紙を探したいしかしそのような紙がどこにも見当たらないですねこれは 見当たらないもしかしたらこれはもしかしたら外れかもしれませんよこれはそのような紙がちなみに金庫の番号はランダムらしいです適当に入力できないってことか すぐランダムにすんだからね警察の番号しかねないですねこれは困ったぞさあこの部屋見てみようどんな形なのかもまず見てないからなこの金庫の裏とかない ないかさすがに金庫の看番号は金庫の裏にあるわけないかないね今ざーっと見てるけど紙っぽい紙もやっぱりないな気づくんだけどねなんかこれじゃねえっていうのを気づくと思うんだけどこれは アウティですかねリセット案件かこれ。リセット案件っぽいな。あと見てない部屋どうだあと見てない部屋は、ここの部屋だけですね。さすがにこの辺は。ガレージ、あとガレージか。ガレージが見てないのか。紙ないな。 こういう紙みたいのって見てるけどないもんなうん。ないですねちょっとガレージってみますかリセットボタン押しますか2箇所は洗濯機と木くずの部屋にワンちゃんそれにかけるしかないか紙らしい紙は今んとこないですここにもないですね ここにもない。ないな、やっぱり。やっぱりないな。リセット案件ですね、これは。これリセット案件ですね。リセットしましょう。ダメです。もうリセマラしてます、今、完全に。僕今、今、究極にリセマラしてるんで。パスワードが出るまで。 リセットかけますさあパスワード出てこい出てこいやパスワード出てこいや何分の1だか分からんのがおもろいうんダメです警察エンドクリアするまで紙出てこないそれは避けたい <laughs> ちなみに警察エンドって まだの一度も成功したことないんだよなそれだったらちょっとマズタニエンだよまさかそれはちょっとマズタニエンですねこのそしたらそのゲームめちゃくちゃむずい一回ちょっとあのえー、っとキクズコーナーとキクズコーナーに行ってみるキクズコーナー いやー警察のエもだってあれも運みたいなもんだよな、あれな。木くずコーナー行ってきます。木くずコーナー。木くずコーナーに紙らしいの置いてあるやっぱないですよ。ないよね、やっぱり。ないね。ないみたい。ないな。 で、次が洗濯機コーナーこれだけ探してんのにないってことはやっぱり警察エンド見ないと番号出てこないっていうことだ、ことなのかなないよねやっぱり。ないみたい。やっぱないわ。 紙、紙でしょ。何。木箱に張り付いてるかもしんないって。木箱に張り付いてんの、紙が。どこ貼り付けとんねん。一回見てみるか。可能性が、ちょっとっ、えー、っと、木箱に。木箱、木箱。木箱に張り付いてる可能性ある。木箱に張り付いてる。 どういや貼り付いてないな今回は貼り付きポイントじゃないみたいまあでもそういうところにも貼り付いてる可能性があるってことか車にはりついてないかなうんやっぱ警察エンド見なきゃダメか やっぱないよなもう1回周回するリセマラするかその方が早いか壁にかかってんよ、ね、裏ちょっと待ってあの壁にかかっいやでも絵はね多分動かないと思う絵の裏とか見れないんだよねこのゲームうん一応フライパンはあった警察やるか フライパンしかねえなんかそれらしく紙みたいのってないよなないねやっぱないわやっぱエンディング見なきゃダメなやつかなランダムランダムか1節一個ある説いいよそれ全然いいよ言って 例えばお風呂場に貼り付いてるとかじゃないもんねお父さんからのメールに書いてある嘘パスワードこれお母さんだよなお父さんからメールくんのそういえばパピーからそうやどうやったらそのメールがもらえるか これ、選択肢次第じゃないのこれガラケーに行くんじゃないまさかメールパターン紙じゃないけどこのメールが来るかパターンがあるってことこれはダメだねこれ完全にあの完全にお母さんのパティーンですねこれお母さんパティーンですよ 見るーもう一回じゃあリセットかけてもう一回メールやり直してみるエンドとか多分回収は関係ないんじゃないかなたその,そのあとこの部屋ちょっと見てみるか、まあ、そんな都合よくね紙なんてこの辺にあるわけがまあこの辺にそんな都合よく紙なんてあるわけが ないわこのクローゼットの裏に貼り付いてないかそしたら一回戻って一回戻ってお父さんのメールやってみるお父さんのメッセージお父さんのメッセージのやり取りしてみるなんか最初メール来るんだよお母さんから俺それさ最初ちょっと無視してたからさ一回やってみるそれでついでに ちょっと探してみるあの他のところもやべもう11時半じゃんこのゲームやっぱ2回エンド回収がやっぱ時間かかるなまた警察難しいなこれ気にしないで大丈夫でこれいいとして送っといてエンド回収がいっちゃん難しいぞこれ。 警察エンドだってこれあれめっちゃ難しいからな警察エンドが1回でうまくいかねいかなチョコレートか1回でうまくいかねいかなさあこれお母さんのミッションねこのあとメッセージこねえかなお父さんから。 クスコーナー行きまーすさあ、くずにパサド貼り付いてねえかなきくずにパサド貼り付いてねえかなーやっぱないみたいうんもうこれはお手上げかなねえりに今探してんだけど。 これはちょっとないなやっぱないよねないみたいあとあれかここかどうこの裏とか見てるけどやっぱないよなないっすねやっぱそのような紙ないよなやっぱいっやっぱないな それらしい紙やっぱないよなおててをあげますか僕もこれはうんもうパスワードを直接何通りかをやったやつを見てを入力するした方が早いか時間的におえエリはこつしてる数字言っていいよもうこれ多分ね時間かかっちゃうわ もうみんなもうたぶんねまぶたが重いしいいよやっていっていいよよくする55779884オッケ、OK. ー5577違うえーっと989884 開かないよ1582とか無理えっじゃあなんだやっぱ見つけなきゃダメ開かないダメみたい0302 いや、開かない。フラグ立たせなきゃダメみたいなパティンのやつかな ?1996? いや、開かない。えー、ベッドの部屋の。 椅子と机の間。二マルマル六は入力した。椅子と机の。この間。ここ。この間にもあるみたいだけど、でもなさそうだね。

無理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 だーやっぱなんか見つけなきゃダメかお母さんのメールの返信内容でお父さんからメール一応見てるんだけどマミーからのメール困ったじしゃ写真立ての 後ろとか見れないこのゲームはね裏を見るっていうのがないんだよねだいたいのホラーゲーは裏を見たりとかできるんだけどこのゲームはしゃがむことすらもできないんですよえー、っとその部屋の地球儀の机の隙間地球儀の机の隙間 大丈夫ですって返信したからお父さんからあ逆にお父さんからメ,でメールをこうこうさせなきゃいけないってことか返信方法がわかんないからなないでっちそんなもんないでっち壁と机の隙間 ないでち。な、ないでち。そら、と君とのアイラーブはー。かくかくやな。ないです。パスワード。なんていうものは。ありません。なんで。なんでないんだ。 壁と洗濯機の間壁と洗濯機の間ないなどこにパスワード隠しとんねんって感じだけどね逆に えー、壁と木箱の間の手前そんなに分かりにくいの紙壁と木箱の間一体化してんのええー、それは分かんねえなー 目線で探さないほうがいい困ったぞ困ったぞこれは <laughs> パスワード探すの相当苦労クロスんじゃんこれえーどうしようマジでそんなのあるあ梅地めちそっていらっしゃいしたばっか見てきたから俺だんだん酔ってきたぞ俺これ242524252425 24 ダメだ、開かないじゃあもっとゆっくり見ないとわかんないかもえっ、ー、く <laughs> 行ょやでゆっくり見なきゃわかんないマジっすかえこ、ね、引き出したもんなこれ開けてもな立ち止まんないとわかんないんだこれゆっくりじっくり。 机の下とか舐め回すように見なきゃ分かんないのこれ。じゃあ怪しいところはじゃあそのさっきの洗濯機のところうんパッと見じゃ分かんねえんだこれ。 じゃ分かんない邪魔俺が女の子を見るような目でじーっと見てんだけどねないんだよ俺がまた困ったことに髪がない髪が髪がねてや やっぱねえなしゃがめないんだよねこのゲームね紙がない俺の紙じゃないんだけどね紙がないんだよ髪がどこかに紙はあるのかなどこかに紙があるのかな絶対見つけたらんなもんわかるかって怒ると思う本当に俺そんなこと言うと思う見つけた途端に こんな分かるわけねえだろって俺言うと思うそんなこと本気で言ってるうん言ういや分かんないし言わないかもしんないじゃん俺がね例えばその偶然にもそんな紙をね見つけてさ「お前こんなとこにあんのかもう分かるわけねえよ」なんてそんなこと言わないでしょそんなそれは俺のことを甘まく見みみてますよそれは残念ながら そんなこと言わないですよ絶対。どのような髪の形してるのかわかんないしそもそも。ねえ、何度も聞いたセリフ。何度も言うよ。マジで髪ね。<laughs> 本気で髪がない。ゆっ。 ゆっくり見てるけどさなめ回すようにマジで髪ねえぞこれリセットする確かにリセットした方がいいか髪は2 3ミリ紙2 3ミリちょっとリセット案件だなこれそうするとちょこれリセット案件っすねキレッキレなほんの リセット案件やわリセット案件やわ335でも全部入力したけどダメだったからほんとに紙を見つけなきゃいけないなと思うんだよそうミリ単位らしいもうこれもう見つけたら終わろうぜ今日もう時間があと30分しかないようになってこれもう警察エンドまた今度でよくね さすが無理やぞうんその金庫を開をけるエンディングだけ見ようぜまた今度やろおめぐたんわこちょっと警察までは無理とりあえず時間決めよう12時までやって無理そうだったらまた今度やりますいつやるかわかんないけど今度、まあ、忘れた頃にやるか。 まず金庫行ってさっきの番号を入力するまずそっからやってみるちょっと一回金庫行ってみるかまえ今日は2回彼女作ったまっ、あ、す救ったのかあれ <laughs> あれは作ったんだろうかえー、っとこっちか学生もそれ終わった寝ますほんまやでみんなもうご就寝のお時間やでこれがまた金曜日の夜だったらいいんだけどね どさくさくに紛れてしまっ,ってえー、っとすくったある意味えー、3312333315はいあかないえー、22425もあかないえー、55575577 5, 5, もあかないえー、9 98987も開かないやっぱパスワード見つけなきゃダメみたい今557567だとあまジえどうせ開かないと思うけどねうんどうせ開かないと思うけどね

金庫のところ、ドレッサーのところにもある。ここら辺に。ドレッサーのどこにある。あるんだ。ドレッサーの。ドレッサー。ないよな、やっぱり。ないな。え。なんですか。そこじゃない。 ないとドレッサーのドレッサーそうこのドレッサーじゃないじゃあドレッサー化粧机あ自分の部屋のか天才やんここのこと言うとりますか <laughs> ここのこと言うとりますかね サガベン。このドレスさんのこと言うとります。<laughs> 違う。紙切れはどこにあるですか、これ。こっち。やっぱねえよな。この作った人も本当意地悪だよな。やっぱねえな。 とキクズコーナー行ってくるキクズコーナーキクズコーナー行ってきますかじゃあさあ、キクズコーナー終わるんでしょうか果たして紙は今度こそガチャ成功か こん,こんなのわかるわけねえだろ絶対これわかんねえよこんなのこれ見えないって絶対これこれは無理 <laughs> 待ってこれこれはわかんないってこれ見てこれちょこっとしか出てないもんだってこんなのわかんないでしょこんなのこれは無理だよ <laughs> これ こんなんわかんないって。え？一八九二。わかるかこんなの。<laughs> こんなわかるかよ。こんなわかんないよこれ。一八九二。何入ってんだこれ。としょうもないもの入ってどうしよう。 なんか怖いなほんましょうもないのに入ってどうしようあいたやっぱフラグ立たせなきゃダメなんだこれストロングゼロ入ってるって書いてあった今あチャカ取ったチャカチャカ やっぱ茶取りましたよやっぱあいつのこの弾きでやっちゃいますかやるかチャカでこの弾きでやっちゃっていいっすか自分これでやつの玉取るしかねえわあそっかお湯を沸かさなきゃいけないんだ先になそうだそうだまずお湯を沸かそうやるわ 7, 7発あれは全然いけるわちょっと鉄砲玉としていきますわ俺タスク終わらしてタスク終わらしてちょっとちゃがるわやります今までのこれはいい今日はいいいい感じに終わりそうじゃないこれ今日はねこれなかなか今日なかなか調子よく終わりそうだねこれスカッとして終わるんじゃねこれちょっと待ってこれ一回電源を入れてそうだねお湯をまず沸かさなきゃいけないんだな お湯をまず沸かしてちなみに俺ゴミ袋どこだったっけこれこことここか下手したらまた紙そうだよまあ下手こいたらちょっと次の次の紙探してちょっとちゃがるわ今日は全部3つともエンディング警察にお世話になるエンディングやねんほぼほぼこれ <laughs> でもまあ俺にはベッドというアンチポイントがあるからね。全然余裕っすよ。えー、と次のゴミ箱はどこだこれこっちか。よしよしよし。ベッドであのー、お湯と茶かもってちょっとドンパチしますわ、うん。ドンパチ始めりゃ手かけんなしでた取るぜ。おい 今日は彼女を平和な今日も一日平和ですよオッケーあん誰にもの言ってやがんだ貴様はサブザ俺がサムだまだまだ格が違うぜ芋吹く前に足洗うぜ ドンパチ始めりゃ手加減なしで弾取るぜおいなんとかあかんとか地獄見るコースやべえ覚えてねえもう今日はサイコパス彼女ってことでいいんじゃないまあ、しばらく彼氏にやられてたからね今日はね彼女の復讐ということでよいしょオッケーまたま閉めてイモるあイモるかその方法いいな サさまだ貴様は誰だだ <laughs> ははははははさまと貴様まだきさは誰だリズムなくてリフップななんかいっってあのバケツどこだったっけあれちょっと待ってバケツ確かどっかに置いてたのよこっちかもら<ウ>わせいもりいもりポイントはねちょっと待ってまずここにね多分ねこれ入ってんだ、ね、これほら 違う？オッケー。ジムのとこにいやち俺はちょっと一回掃除しなきゃいけないのこれ。行こう行こう行こう。掃除しなきゃ。ベッドの方がいいよねベッドの方が。ベッド行こうベッドベッド行くよし行こう。ベッド行こうベッド。 痛そうなパンやであっこれも入れなきゃミスハハハハとはわこつ今日中にちゃかるんだよあと15分あるからいける掃除がもうだいぶ手慣れてきたハハハハ バケツ持ってバシャーして帰ってくるだけだからねオッケー終わったよしよしお便ベンジャ外人マークをつもう完全にもう清掃員なんで俺今 <laughs> オッケーよっしゃあとは何すんだっけえー、まずも モップでバスルームの水たまり。オッケー。モップでバスルーム。バスルーム、モップ、モップ。オッケー。これね。今日、業者なんで今日。 Okay, okay. さあ弾取りに行くぞこっちはボランティアなんですようんポいさあということでこれでゴミ捨てた水やったあとちゃかるだけやはじきでよしはじきでちゃかるだけやあ待てや待てやいもるとこにいかんといけんけんなその前にいますいたで打ちつけにはあかんのや。 こいつや弾く前にまず板でくくりつけなあかんがらなんだよこれお湯待ちやそう慌てなすんなって順序っちゅうものがあるんやわいは順序っちゅうものがあるんやまだお湯沸いてへんでまだお湯沸いてへんがな,な マガセンシャイ。まず板をここに貼り付けるで。ほら、完璧やろあとは、あのー、これ持って。おい、まだお湯沸いてへんのかい はよ <laughs> お湯はあかんかいまだお湯沸いてへんのかいお前こういうとこやでほんまお湯はあけんとお湯がわかんとお前彼氏やってきてお前たまられるで。はよせんとあかんであとハンマーどこやお前見つけたでハンマーよっしゃ るでうちんとこの組長の玉取らせるわけにはいかんのや。わいがここの事務所をなんとでもなんとしてでも守ったる。はいおうわかんかい。何をもたもたしょるんじゃ。きっちりそこんとこはんまでなんとかやらんぐい。おらんや うちの事務所に入ろうとしてる鉄砲玉やおっしゃお湯沸いたんかおうお湯わかんでなんでまだお湯わかんのやどないなっとるやお湯にどんだけ時間かけとるんやこれまずいんちゃうかや弱火にした <laughs> おいお湯まだわかんかいまだかやばい彼氏も半分まだお湯がわかんのやくっそチンたらやっとるでお湯がまだかお湯とってんとは無理ほらこのお湯チンたらやっとるで間に合わない <laughs> 間に合わんでこれもうしゃなしもう入ってきたらドンパスするしかないくっそ。ダメだこれを言う無理だとりあえずとりあえずあえやつの弾を取るしかないそれしかない方法はダメだ全然わかんない無理この電池消えてんじゃねじゃ多分弱火でやってる今。 るなだめるほど確かにちょっと時間稼ぐかよっしゃ間に合ったよ <noise> しどっからでもかかってきいやいつでもお湯かけれる覚悟できてます自分自分いつでもお湯かける準備できてますあとはどっからでもかかってくる ここから無理や来るとしたらここのドアやこのドア開けたらこの言うバシャしてこれで弾くで準備はええか準備映画。かーほな行きますぜほなやるで こいやさあ来いやうちの頭弾取るなんてほんま調子のええやったで来るできやったで鉄砲弾きやったでその弾もろったで 何 紙いらなくね、でも、紙がないと、あのー、金庫開けられなかったんだ。次は警察エンド。これがまたな正当防衛してた。俺は何もしてない。俺はただお湯かけて、チアかッた。7発、チアカッタだけだよ。押したアーサスありがとうございます。なんとか、なんとか生き延びることができました。やっちゃったけど。うん、射殺したけど。 車でまあ確か車持ってもあれまあど,どっちに転んでも結局最終的にやっぱり警察エンドかいやこれが大変なんだよなまたほんとこれもじもう本当に時間がまあホラーゲーで時間が余った時とかそういう時で縁でねやるとしたらさすがにちょっとこれだけのために配信撮るのもね ちょっとねだいぶ酔った俺一番時間かかったでしょ今のだってあれそう、まあ、全部は回収できなかったけど、ね、あの紙探してるときさめっちゃ俺カメラ動かしてたって下の方ずっと見てたからめっちゃ途中で途中でめっちゃ酔っちゃってさ紙探してるときめちゃくちゃ画面用意した今あのとき あポチったありがとうあと起きてる人よかったらあと8人8人起きてる人よかったらポチ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 ,ポチてしてくれたら嬉しいですそしたら俺泣いて寝ます嘘ですちょっとだけ泣けますごめん嘘寝る <laughs> もう寝る、うん、時間余ったらやるわだからこれアンインストールしないでましとくわ 8回ポいやだそれダメそれダメ押したああすいませんありがとうございます寝ますいやマジで本当さっきの紙探してる時めっちゃ画面用意したマジで画面用意したあれすげえ画面寄ったもんあれ <laughs> うんいやバット押したなバット表示俺見えなくしてんだよね俺めっちゃ目よったあれ <laughs> うーん そしたら次きがねあ,あと二人いませんかあと二人あと二人あ,あと一人ですあと一人りを押したらあのー、寝ますあーありがとうございます寝ます、うん、テレビ見てて酔った嘘つくなって俺に酔ったんだろなんちゃってなんちゃって気づいちゃう いや、めっちゃマジで本当に酔った <laughs> でも。あ、寝ます。はい、すみません。あの、寝言、寝言はもう寝ます。寝言、寝てから寝ます。言います。うん、いや、マジで画面用意した、あれ。<laughs> 本当に、久しぶりだよね、ゲームで画面用意したの。神探すの大変だった。あ、違う、多分あれかな。あの、下の床が真っ白だったから酔ったんかな。 それとも俺が画面いやでもあんなんでようないよな多分なんかね多分なんか多分画面が白い白くて下の方を見てたかい多分酔うんだろう画面酔い珍しいなかなかないなんで酔ったんだろうねめちゃくちゃ画面酔いした今日下向きながら多分ねこうぐるぐる回ってたかたぶん画面酔いしたんだよあと柄もそうだね神マジ難しかしった次は えーっと明日と明後日がお休みで明日は俺、久しぶりにちょっとショート動画を開けようかなと思う所存でございましてでですねで水曜日もお休み入って木曜日ですね木曜日にやりまするです、はいあそうそうぐるぐるバットみたいなやつだから火曜日と水曜日がお休みでで、えーっとえー、木曜日にあのまた別にゲームしますわその時はまた別なゲームしましょうあ YouTube でやりまする だから木曜日でだから火曜日と水曜日はお休みということでえ、またその時にお会いできればなと思いますはい、えー、先生からは以上ですあと皆さん何かありますか内容なのではこれで授業は終わりたいと思います皆さん今日は、えー、本日はお越しいただきありがとうございました気をつけて帰ってくださいねあのね今はねどうやらねあのなんかねあの黒いワンボックスでねあのー、なんか夜中に 徘徊してる少年たちをね、あのー、拉致ルというとんでもない事件が起きてますんでね、皆さん、気をつけてくださいね。ははいででで以上ですお疲れ様でしたー